那覇市の港には、フィバ・バスケットボールワールドカップでバスケットコートとして使用される資材およそ17トンがデンマークから運び込まれていて、沖縄地区税官は今日この資材の検査を実施しました。検査官は放射線測定器などを使い、資材に爆発物となる化学物質が付着していないかなどを入念に調べました。